リン、リン、アヤミン、バイ。こんにちは、福山あやみです。はい、今日はなんと原宿に来てます。今回は原宿で5000円以内でコーデを組むという企画をやりたいと思います。でも私結構原宿でお買い物するので5000円以内でどれだけ買えるかやってみたいと思います。レッツゴー。でも原宿でお買い物するときは回るお店はなんとなく決まってるんですけど、竹下でも買うし、結構最近裏原で買うことが多くて、すごいいろんなお洋服があって可愛いです。どうしよう、でも5000円以内って結構ギリギリな気がする。あ、クレープ。でも一回ここのクレープでポップ戦の時にジャンボクレープみたいのを一人で食べないといけない企画があって、でそれで苦しい思いをしました。あそこではクレープ、そうだな。でもいつもは結構この竹下でも何回も往復して買い物することが多くて、マジで一回行って戻って、一回行って戻ってっていうことが多いんですけど、今日は5000円だからな、なんかいいものを見つけたい。でも5000円でも、あーここもいいけど、ここよく見るんですよ私、ここのお店。どうしよう、見て、いや、一回裏原に行きます。裏原、でも裏原なんか本当に個性的な服が多いから、マジでめっちゃ好き。どうしようかな、なんかここ、私ここよく行くんですけど、めっちゃ個性的な服がいっぱい。あ、じゃあここでちょっと見ていきたいと思います。マジでここブラウスめっちゃいっぱい。最近流行ってる、いっぱい可愛いのがあります。ほら、こんないっぱいスケスケのやつがめっちゃいっぱいある。迷う。それかメガネとか、メガネこんなやつでも最近クリアのメガネ結構はめてる人多いし、私もよくはめてます。こういうのでも可愛いね。で、個性的、めっちゃ個性的なんだけど、かわいい。マジ優柔不断すぎる優柔不断。え、欲しい。普通にこれなんて書いてるの？中国語？え？すごいな、いろんなデザインが。かわいい。はい、迷います。あ、でもなんか、おお、すごい丈の短いジャケット、これめっちゃかわいい。ちょっとなんかかっこいいよく大人っぽくなる。いいね。いくらだ？6900円、予算オーバーです。5000円オーバー難しい。え、意外と5000円オーバーすぐしちゃうやつじゃない？そっか、
どれだけ安く可愛く買えるかが、そうだな、結構あれだな、お金が足りない。5,000円。すごい色発見色すごい、めっちゃ個性的。これも可愛い。でもめっちゃ可愛いじゃん。いくらするんだろう。6,500円。難しいな。あ、可愛い。なんかこれ前来た時見た。可愛いんですよ、このヒョウ柄とサロペットが一緒になってて。え、でもこういうのめっちゃ好きなんだよな。あり、これもありだけど、いくらだ、いくらだ。うーん、6,500円。ダメだ、やっぱ可愛いと思ったやつはちょっと5000円以内はちょっと難しいかも。どうしよう、どうしよう。紫かわいい。紫のチェック。あ、3,500円。これで下合わせたらギリ5000円いけるくらい。一回もっとあっちになんかちょっと似たようなお店あるんですけど、そこにも行ってみたいと思います。あ、でもナリアもいいけど、ナリアはちょっと5000円以内では収まりそうにないかな。ちょっとあの金額オーバーになっちゃいそうだったので。でめっちゃいろいろ可愛いのあったんですけど、やっぱあの5000円には収まりそうになかったので、やっぱちょっとセールとかしてるところを中心に見たいと思います。え、ここないな、セール。はい、ちょっと今シカゴ古着屋さんに来たんですけど、ここら辺、ね、なんかいっぱいめっちゃ安い服があるので、ちょっといい感じの服が見つけられそうです。ちょっと行ってみます。え、ちょっと上に、え、めっちゃ可愛い。チックのスカートとか。あ、でもこれ2000円である。すごっ。古着ってめっちゃ高いイメージあったんですけど、めっちゃ安い。でもなんか、どうなんだろう。3,000円。3,000円くらいなら、あと、でも。でも決まりそう。いい感じ、いい感じ、いい感じ。じゃあちょっとこれ白にしようかな。よし、いい感じです、いい感じです。お借りします。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。よし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 、買ってきました。
パンツを見つけたので、これに合わせて見に行きたいと思います。違うところも、はい、はい、これ全身コーデが出来上がりました。こんな感じで全体的にちょっと古着な感じで、シカゴという古着屋さんでこのソックスとボトムを買って合わせてみました。そしてスピンズでちょっとポイントとして赤を入れて、なんだろう、ちょっと季節感も出しつつ、このチェックのシャツが結構秋冬っぽいデザインで可愛いなと思って買いました。はい、こんな感じで私は5000円です。5000円でもたくさん可愛いものがあったので、皆さんもぜひ、原宿竹下通りもたくさんあるし、裏原宿にも本当にいろんな洋服がたくさんあるので、探検して可愛いお洋服を見つけてみてください。はい、ということで原宿で5000円以内でコーデを組むチャレンジしてみました。最後まで見てくれて